さあ今回も2つ言ってみましょう大谷翔平ハラスメントなる言葉が爆誕しましたもうねみんなうんざりしてるんですよ朝から晩まで大谷翔平ともうマスゴミの押し付けいい加減せえとそしてもう一つあの例のイオンの映画館で話題になりましたが迷惑系の車いすユーチューバー女性ねその女性を擁護する意見が「ニューズウィークに載ったんですけどもこの筆者の過去記事を見ていきますとなんとミサイルが飛んできても反撃するなというわけのわからないゴリゴリの意見を書いておりましたやっぱりなんんかかおししいんでしょ。 じゃあまず最初、現代ビジネスなんですけども大谷ハラスメントなる言葉を知ってますか試合以外でもニュース、SNS、プロモーション毎日流れる大谷翔平にうんざりする人々の本音と、まあ、この記事ね、だーっと長い文章を書いてあるんですけども、まあ、そういうとにかく、ね、そういうことになります朝から晩までいい加減せでと今ね、あの例の中国のあの問題ですよあの透かし、ロゴの問題で日本がね侵略されてるってえらい問題になってるのにやっぱり大谷翔平と。 確かにね、あの一平ちゃんの問題ありますよ。あれは大きな問題だと思いますので、やってもいいんですけども、延々と引っ張って、1時間も2時間もやる話じゃないでしょう。モーニングショーもそう。この前のアッコにお任せでしたっけそれもずっとね、この大谷翔平の話題ばっかなんですよねで。かつてここまでニュースを席巻したアスリートがいただろうかと。いや、確かにすごいですよ。うん、確かにすごい。ところがですね、犬を飼ったことまでがトップニュースで報じられると、このムードに平気液している人たちが出始めているのもまた事実だ。 はい以上でございますと。いやー、本当そうですよね。ただ、勘違いしてほしくないんですけども、私は大谷選手、好きですし、えー、頑張ってもらって活躍したら日本人の誇りだと思います。でもね、その大谷選手、頑張れって気持ちと、この報道は全く別物、あの報道をいいか減にしろって言いたいんですよ。皆さんもそう思いませんか。ところがなんですけども、ちょっとね、毛色の変わったニュースもあったんです。で6、えーじゃないあの、ロサンゼルスか、ロサンゼルスタイムズ記者、大谷を。 大人になれ、米国民、日本語会見に違和感、米広告代理店は質疑なしなれ、英語でやるべきだろうというニュースで、実はね、私の友人で、米国在住の、ね、男はいるんですけども、彼も、ね、似たようなことを言ってたんですよ。ああ、なるほどなと思ったんですが、これもずっと長文なもんですからね、この一枚のペラモンで説明しますけども、要はね、あの会見に偉い違和感があるって言うんですよ。で大きな違和感の一つは、なんで大谷翔平は英語で喋らないんだ、自分で喋らないんだと。 ところが我々日本人にとってはいやいや英語だと細かいニュアンスも伝わらないからあれでいいんじゃないのってなんでそんな疑問を持つんだって言うんですけどもアメリカ人っていうのは英語が喋れて当たり前と思ってるでしょう。 だから自分で英語を話さずに通訳をわざわざ変えさせるということで怪しいってそれをね、見る人間がいるんです。で、これは日本人には感覚全く分かりません。もし逆の立場でアメリカの大リーグからやってきたアメリカ人がですね、日本で同じ境遇に陥ったとします、当然通訳入れますけどもそんなこと思う人間いないでしょ。なぜかというとその大リーガーね、元大リーガーが日本語を話せるとは到底思わないから通訳が入って当然と思うんです。この大きな差があるんですよ。で これは聞いいてななるほどなと思いました。まあこれね、えー、まあ国民性の差といいますかまあこれはしょうがないですねそしてねもう一つあるのが大谷のね表情を結構言うアメリカ人が多いんですって何を言うかというと表情がないっていうらしいんですよいやこれもね私にとっては意外です日本人から見るといや困ったなって顔して大谷さん困ってるよとというふうにしか見えないんですけどもねアメリカ人から言わせると表情がないとなんか隠してんじゃねえかって見える人が 結構いいるらしいんですでこれアメリカ人の感覚としてはもっと手振り、えー、身振りねジェスチャーをつけてそして顔の表情も使って俺は本当に困ってんだってことねアピールしろとなんか大谷は表情をわざと隠して下を見てうつむ,うつむき加減だとあれはおかしいんじゃないかと,というわけなんですよでもこれもね我々にとってはこれ大谷選手はもう困ってるだけでねもうやってらんねえ絶対。 ということで、ああいう表情を取ってるとしか思えないんですけども、まあ、この辺もアメリカ人というのはね、バーッとね、大げさな表情をしないとダメだっていうんですね。で、大げさな表情って言いますと、思い出すのはこちらでございます。大韓航空のね、長女でしたっけ銃でしたっけあの、ナッツリターン、リターン姫、ナッツ姫の話なんですが、えー、これね、大韓航空のね、これ、CA さんを前にね、私は大韓航空の社長の娘よということで、いやいや、これ、大威張りなんですけども、あの事件があった。 あとといいいきななりドーンうううこういう表情になるんですよあの喜怒哀楽がこのね韓国の人たちですっごい激しいですよねだからねこれ彼らがこうあえやって会見に応じるとアメリカ人も納得するんじゃないですかそれにしても何なんだろうとあのパク・クネ元大統領もそうなんですけどもなんか護送される時とかねあの法廷に出る時はもうボロボロになっていましたからまあまあこれもね国民性の違いということでしょうえそして、えー、これとは別なんですけども私はすごく日本の報道で聞 気ににななっているのがこちらになります中田英寿、ね、サッカーのこれですね元選手ですけどもあのペルージャ、今から20年前ですか在籍している時にペルージャで中田がね何を活躍したかどういう試合結果になったかって毎日やってました。 でその時気になったのが、えー、中田がね点を入れればいいんですけども、これね、以前の動画で話しましたが、点を入れなくてもね、ただピッチでちょっと走って、ちょんちょんとボール触っただけでも、中田の活躍、中田の献身的な活躍もあり、ペルージャが1点差で勝ちましたとか言ってね、なんか中田がすごい、中田がすごいってやるんです。いや、すごいと思いますよ、彼は。で、大谷選手もそう、いや、すごいと思います。ところが、スポーツで際立った成績を残すと、すべてがすごいんだと。そして、恐ろしいのはね、 人人格格も優れててて者だって思ってくんですまあ大谷選手の場合っていうのは、うんまあ、そういうところもあるかなと思うんですがいや中田の場合は僕はそう思いませんけどね特にこんな事件があったでしょはい、えー、井原さんって人がいました今ね、えー、とこれはキャプテンじゃなくてあのコーチかなんかやってたはずなんですがこの井原さんをこのね中田さんがですね試合中にこうドヤつけたわけですよおい井原何やってんだこの野郎上がれ井原みたいな形で大声でやってたでこれがマスコミにすっぱ抜かれて ニュースになりましたワイドショーになりましたその時ねなんて言ったと思いますニュースの連中ワイドショーの連中はいやー年上の伊原さんを伊原っていうのはまあなんいろんなね、えっ、ー、と意見はあるかと思うんですがいやそれぐらいこのね中田選手はサッカーに対して厳しいということでしょう素晴らしい中田やっぱり一流選手は違うというのが最後のオチなんですもうほんとめちゃくちゃですこれね武道でどうですか柔道剣道で先輩のことをこんな呼び捨てにする場が いますか相撲でもないですね野球だって1年違えば全然違うでしょ先輩に対してそんな態度を取るバカいないでしょ大谷選手見てくださいよもしねアメリカでイチロー選手になったら帽子を脱いでこんにちはって挨拶に行くでしょ。 あんな当たり前の話じゃないですかところがその当時中田におんぶに抱っこだもんですからこの中田が何をやっても中田は素晴らしいいやーすごい選手ですねっていうふうに持ち上げるわけです本当にくたばれマスコミとこの当時私思いましたねいや井原さん本当にかわいそうですよさあお次なんですけども 日本で車椅子利用者バッシングや悪質クレーマー呼ばわりがなくならない理由ということでニューズウィークえー下のね藤崎さんって方が書いたんですけどもこれもね非常に長文なもんですが簡単にね抜粋してポイントをお話をします。内容的には簡単この藤崎さんはゴリゴリの左派の人でございますから今回ねバッシングを受けたあの女性のねえまあ迷惑系車椅子ユーチューバーとも言われておりますけども何にも悪くないとなんでああいう人をバッシングするんだってことを自分の論理でとうとう と述べてるんですがまあおかしななことだらけなんですねでまずはねああこれ見て思い出してくださいああそう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 とあの右の女性のねあの車椅子の方なんですけどもそもそもねあの令和の八幡愛さんと一緒につるんでいろんなことをやってたとでとにかくねどうもね見ていると人に迷惑をかけてそこで絡んでいって でそしてこういう YouTube とか X で発信して自分は被害者ポジションを取ると、ね、どうもそれがもうね、えー、なポイントみたいなんですけどもひどかったのはこれでしょう新幹線の,あの個室トイレの中に1時間半 もっとかな、ずっとこもっちゃって、中から鍵をかけて、ね、ここから生配信してるんです。もうありえないでしょうもう常識のかけらもないという行動を取ってるわけなんですけども、なぜかですね、今回の藤崎さんは、こういう行動というのは一切触れないんですね。で、さらにこんなこともありましたね。事前にね、この南海バスの運転手さんに、まあ、運転手さんって言いますか、南海バスに電話をかけて、車椅子でも補助してくれますかっていうことを、これは事前に聞いたうえ、聞いたんです、彼女は。ところがね、責任、えー、持てないと。 言われたんですけどもわざと突撃して南海バスに乗ったとで南海バスの運転手さんとしてはまあ、そうは言われてもじゃあ手伝うかってことをやってくれたでこれもおかしいでしょ行ってトラブルことがね予測されてるんですよでそのトラブルを予測した上で行ってるとしか私は思えないんですよねはいまあ、私はねこれはまあまああ迷惑系かなって気がしますいやもちろんね車室で生活するのは大変ですよ発信もいいと思うんですけど何かおかしいと思いますで、えー、このね今の藤崎さんなんですけどもこの中島良子さんの例のイオンシマン 対応いろいろ書いてありましてね。で、下の四角、要はなんかすごく悔しくて悲しくてトイレで泣いたと、ひどい仕打ちにあったということを、この中島さんが、すごい弱い女性だっていうふうに書いていますが、実際には違いましたよね。今まで散々親切にしてもらって、写真撮ってもらったりとか、みんなに運んでもらったりしてる。ところが、これはね、このイオンお映画館側のこれ、まあ、サービスの一環で、ちょっとね、もう行き過ぎてあれだったんですよ。で、えー、ちょっとね、それで、いやー、さすがに負担になるから、次回からは他に車椅子 対応のこういう映画館がありますがそちらのホールの方でどうですかと言ったらこんな対応になった悔しい泣いたっていう全然話は違ってるんですがこの書き手の藤崎さんがいけないところはこういうこと一切書いてないんですもちろんさっきの新幹線の件全く書きません普通であればね こここういういいいとととね、えー、この車椅子の人が強いてあげられると良くないとただ、この中島さんに関しては、行き過ぎたところもあったと、それが迷惑系 YouTuber などと言われる意見も参見されたとかね、そういう意見もあったと書いておけばいいんですが、この記事には見事にそういうものがないんですよ。で、従ってね、障害者は謙虚であるべきであり、常に感謝を忘れてはならないっていうんですが、こんなバカなことはあるかっていう論法です。いや、私、おかしいと思いますよ。常に感謝を忘れてはならない。 いや、感謝をね、私、するべきだと思いますね。いや、まあ、強要はしませんけども、この前ねええ、つい最近なんですけども、これ、JR の、これ、大阪駅なんですけども、目の見えない方ね、70歳の男性ぐらいかな、70歳ぐらいかたいで、で、女性の小柄な駅員がね、腕を貸してホームを歩いてたんです。で、駅に、電車に乗るために止まって、電車来て乗ってったんですけども、私、同じ電車に乗ったんですよ。でね、電車に乗ってからなんですが、そのね、おじいちゃんはね、もうとにかくね、腰を何回も何回も折ってありがとうございました。 ありがとうございますって感謝してるんです。そのね、女性の駅員さんに。これ、普通の感覚じゃないですか。で、左派っていうのは、こういう感謝とか、そういう気持ちを否定するんです。誰かに感謝するって言うと、それがどうにもこうにも気に食わないっていうのが、この人たちなんですよ。で、全てをご利用する。まあ、めちゃくちゃと言ってもいいでしょうね。で、さらにね、この人。 はいこの写真の方、は藤崎さん,なんですが、まあ、おそらく他にもね、わけのわからん記事書いてるだろうなと思いましたら、やっぱりニューズウィークにこんな記事書いておりました。ミサイルが飛んできても反撃しないことこそが日本の抑止力だと。で、これも文章は長いもんですけども、もう皆さん内容わかりますよね。いや、こういうくだらないこと書いたんです。で、日本がこちらから侵略をすることはないので、既有だという声もあるだろうと。で、しかし、本当にそう言えるんだろうかで、ずっと書いてね、日本も暴走する可能性があるというふうに、ね、書いてあるんですよ。あのねと。これも おかししいでしょう日本がね暴走する可能性があるところか今すでに暴走してる国があるでしょうが近場に2国3国ロシアとも接してますよ。中国北朝鮮ロシア 完全に暴走して、特に中国なんていうのはもう,もう攻める気満々でしょで、どうですかミサイルはすでに日本に1000発以上のミサイルが向いてるんです。ところが、なぜかこういう方は一言もそれには触れないんですよ。で、どう考えてもありえない、日本が上に行って攻めて攻めると、そういう可能性をね、危険だって言ってるんですね。もうまさに左派のくだらないこういう論法でございます。まあ、ここにもね、わけのわからんことは書いてあるんです。で、ここにもとにかくわけのわからんことは書いてあります。よかったらさっきの記事 皆さん検索見してみてくださいもうあぜんとせざるを得ませんよはい今日の動画が良かったと思う方はいいねボタンそしてチャンネル登録もよろしくお願いいたしますそれでは